レゴシ先輩は彼女いないんですか？いないよ。じゃあ好きな子は？この話は終わりね。なんでなんで、どこ行くんですか？ああもう、修行に集中するためにせっかく忘れようとしてたのに。はるちゃん、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 うん、待ってくださいよ。先輩超純粋なんですね。一匹決めてる子がいるんでしょ。すごいな、なんか犬っぽい。こいつに分かってたまるか。欲望の赴くままに生きるこいつに。僕に教えてくださいよ、純愛の極意を。なんで恋人を一匹に絞らないとみんな怒るんですか？誠実じゃないからでしょ。誠実の定義なんてみんなそれぞれ違いますよね。僕にとっては自分が楽しく過ごせるように心がけること。モラルなんてものは僕らに何も与えてくれないじゃないですか。だからもし僕がレゴシ先輩にパクって食べられちゃったら、その時だって僕先輩のことを責めませんよ。そう、例えばこうやって密室の薄暗い中で2匹きりになると、僕は相手が女子だったらすぐキスしたくなる。先輩は今僕のこと食べたいですか？許してくれる羊が目の前にいますよ。17年生きたオスオオカミ、今日また一つ生まれて初めての体験。明らかな、そして強大な草食獣への憎悪。肉も食わないし彼女もいない、俺は何もいらない、無のオオカミさ。そう、それならそれでいいけどさ。ああ、やめた、食堂行く、野菜が食いたい。ハハハハ。